ルース・マサキ公だ。イバリース有数の鉱脈さ。ここの警備は帝国軍が。いえ、ビュエルバ政府は特例を除いて帝国軍の立ち入りを認めていません。では行きましょうか。念のために伺うが、純度の高い魔石は本国ではなく、すべて秘密裏にベイン様のもとへ。貴殿とは馬が合うようですな。それは結構ですが、手綱をつけられるつもりはございませんな。ならば無知をお望みか。つまらぬ意地は貴殿のみならず、家はをも滅ぼすことになる。ビュエルバの公爵ハルム・オンドール4世、ダルマスカが降伏した時、中立の立場から戦後の朝廷をまとめた方です。帝国寄りって見られてますね。反乱軍に協力してるって噂もあるがな。あくまで噂です。よく勉強してらっしゃる。どこのお坊ちゃんかな。どうだっていいだろ。パンネロが待ってるんだぞ。パンネロさんって。友達、さらわれてここに捕まってる。
やっ。これを見たかったんですよ。なんだ。浜関です。腎臓ですけどね。浜関、普通の魔石とは逆に魔力を吸収するんです。人工的に合成する計画が進んでいて、これはその試作品、ドラクロワ研究所の技術によるものです。やはり原料はここの魔石か。用事は済んだらしいな。ありがとうございます。後ほどお礼を。いや、今にしてくれ。お前の国までついていくつもりはないんでね。浜石なんてカビ臭い伝説誰から聞いた。なぜドラクロワの試作品を持ってる。あの秘密機関とどうやって接触した。お前何者だ。おい、バルフレア。待ってたぜ、バルフレア。ナルミアではうまく逃げられたからな。会いたかったぜ。さっきのジャッジといい、そのガキといい、金になりそうな話じゃねえか。俺も一枚かませてくれ。頭使って金儲けって面か。お前は腐った肉でも噛んでろよ。悪ふりや。てめえの賞金の半分はそのガキで払うべしてやる。お前ら、あんじゃらどこだ。え、餌はもう必要ないからな。途中で話してやったら泣きながら飛んで逃げてったぜ。おい、お前逃がすか。おい待てって。いちいち相手してられるかよ。適当にあしらってつらかるぞ。追ってくる気配はないわ。振り切ったようね。
バンガの足に追いつかれるようじゃ空賊廃業さ。また塔のものもつけずに出歩かれたようですな、ラーサー様。一人でマセヒ港から出てまいりました。よからぬ連中の仲間ではないか。私はさらわれてきた。帰ろ。一人で出てくるのが疑わしいのなら私も同罪でしょうか。ハルム卿、屋敷の客が一人増えても構わないでしょうか。ははあ。ジャッジギース、あなたの忠告に従い、これからは友を連れていくことにしましょう。困ったものですな。よろしく、バンネロ。あ、はい。なんでバンネロが。何考えてんだよ、ラモン。ラモンじゃない。ラーサー・ファルナス・ソリドール。皇帝の四万坊、ベインの弟だ。あいつ。大丈夫、彼女の子は大切にする。フランは男を見る目はあるぜ。オンドールの屋敷だな。問題はどう接触するかだ。公爵は反帝国組織に金を流してる。そっちの線だな。オンドール公は2年前、私が処刑されたと発表した人物だ。私の生存が明るみに出れば、公爵の立場は危うくなる。公爵を金づるにしてる反帝国組織にとっても面白くない事態だろうな。バッシュが生きてるって噂を流せば、組織の奴が食いつくんじゃないか。だったら俺が街中で言いふらしてくるよ。こんな風にさ。俺がダルマスカのバッシュ・フォン・ローゼンバーグ将軍だ。どうだ、悪くないだろ。ま、目立つのは確かだな。よし、バン、お嬢ちゃんを助けるためにもやるだけやってこい。できるだけ人の多い場所でな。オンドール公爵と接触できるかどうかはお前次第だ。俺たちはここにいる。何かあったら戻ってこい。俺の名はバッシュ・フォン・ローゼンバーグ。バッシュは生きてるぞ。俺がバッシュだ。俺の名はバッシュ・フォン・ローゼンバーグ。オンドール校の発表は嘘っぱちだ。バッシュは生きてるぞ。
俺の名はバッシュフォン・ローゼンバーグ。俺の名はバッシュフォン・ローゼンバーグ。バッシュは生きてるぞ。オンドール校の発表は嘘っぱちだ。俺がバッシュだ。バッシュは生きてるぞ。俺の名はバッシュ・フォン・ローゼンバーグ。俺がダルマスカのバッシュ・フォン・ローゼンバーグ将軍だ。俺の名はバッシュ・フォン・ローゼンバーグ。俺がダルマスカのバッシュ・フォン・ローゼンバーグ将軍だ。オンドール校の発表は嘘っぱち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 だ。俺がダルマスカのバッシュ・フォン・ローゼンバーグ将軍だ。バッシュは生きてるぞ。連れてきたぞ、ハマル。こいつが将軍だとよ。似ても似つかんな。やっぱり別人か。たちの悪いいたずらしやがって。ただのいたずらならいいが、そこらのガキがローゼンバーグ将軍を名乗るとは思えん。締め上げて背後関係を剥がせろ。最近帝国の犬が嗅ぎ回ってるからな。あんたらの組織と公爵の関係をかい。町のガイドを隠れ蓑のに諜報活動か。酒場の奥がアジトとはまた古典的だね。なんだてめえら。待て、あんた本当に生きていたのか。バンは元気なんですね。帝国に連行されたからもうすぐに会えますよ。それまでは僕があなたをお守りします。そんな。それにしてもラバナスタの帝国軍はやりすぎのようですね。僕から執政官に話しておきます。え？ベイン・ソリトールは僕の兄です。
執政官の仕事はダルマスカの安定を守ること、そして兄はどんな仕事もできる人です。今はうまくいっていないかもしれませんが、ラバナスタの暮らしはきっと良くなります。大丈夫ですよ、兄はすごい人ですから。あの人怖いんです。え？すいません、お兄様のこと。でもあの戦争で傷ついた人がたくさんいて、私も孤児です。帝国が怖いんですね。パンネロさん、ソルドール家の男子は人々の安寧に尽くせと教えられて育ちます。あなたを守るのも僕の仕事のうちなんですよ。信じていいんでしょうか。僕の名誉にかけて。兄も分かってくれます。いかにも裏がありそうだったが、まさか本物のご登場とはな。このことを公爵が知ったら。さて、何というかな。直接会って聞いてみたい。どうすんですかい、旦那。いたしかたあるまいな。公爵閣下がお会いになる。後ほど屋敷に参られよ。バッシュ・フォン・ローゼンバーグ卿、私は貴公が処刑されたと発表した立場なのだが。だからこそ生かされておりました。つまり貴公は私の弱みか。ベインもおさおさ怠りない。で、反乱軍を率いる者が帝国の手に落ちました。アマリアという女性です。救出のため閣下のお力を。貴公ほどの男が救出に乗り出すとはよほどの用心か。立場というものがあるのでな。ラーサーに会わせてくれ。俺の友達が一緒なんだ。一足遅かったな。ラーサ殿のご一行はすでに帝国軍に合流された。今夜到着予定の艦隊に同行してラバナスタに向かわれる。やめとけば。ローゼンバーグ将軍、貴公は市中に活を見出す優勝であったと聞く。あえて敵陣に飛び込めば貴公は本懐を遂げるはずだ。おい、悪いな、巻き込むぞ。侵入者を捕らえよ。
ジャッジギースに引き渡せ。離せよ。何すんだよ。帝都の老人どもに足止めされている間にこの復興ぶりだ。まったくこの国はたくましいな。現在ラバナスタの反乱分子は孤立しておりますが、今後外部勢力から支援を受けると厄介です。特にビュエルバの反帝国組織は不自然なほど資金が豊富です。やはりオンドール公が背後から意図を、オンドールを抑えるべきです。ところが彼から連絡があってな、檻から逃げた犬を捕らえてギースに引き渡したそうだ。奴を殺すのは私です。見上げた弟だ。ああ、ギースがラーサーを連れ帰る。明朝ビュエルバを立つそうだ。兵に本国まで送ってほしい。ドクターシドが来るのでな、外してくれ。現物を確認せねば話にならん、うん、ナブリスの剣もある。ああ、偽装はしている。バカどもには幻を忘れるさ。そうだ、歴史を人間の手に取り戻すのだ、うん、おー、ベイン、失政官職を楽しんでるようだな。2年も待たされたのでな。帝都はどうだ、元老院のお歴歴は。まめに励んどるよ、あんたの尻尾をつかもうとな。やらせておくさ。連行しました。殿下。なぜ生きている、バッシュ。よくも私の前に。君たち、いささか図が高いのではないかな。旧ダルマスカの王女、アーシェ・バナルガン・ダルマスカ殿下の御前であるぞ。こいつが。もっとも身分を証明するものはないのでね。今は反乱軍の一員に過ぎない。解放軍です。執政官閣下はダルマスカ安定のため旧王族の協力を望んでおられる。だが証拠もなく王家の名を掲げ、いたずらに治安と人心を乱す者には例外なく処刑台が当てがわれましょう。誰がベインの手先になど。亡きラミナス陛下から預かったものがある。万一の時には私からアーシェ殿下に渡せと命じられた。ダルマスカ王家の証、黄昏の破片、殿下の正当性を保証するものだ。私だけがありかを知っている。待て、父を殺しておきながらなぜ私を、生き恥をさらせというのか。それが王家の義務であるなら。いい加減にしろよ、お前と一緒に処刑なんて嫌だからな。黙れ。バン、それは王宮の宝物庫で。おいおい。結構、もう用意してありましたか。手回しの良いことだ。やめなさい。
約束しろよ。処刑はなしだ。ジャッジは法の番人だ。連行しろ。アーシェ殿下だけは別の部屋へ。ベインソリドール、なぜこんなもののために。君が持っていたとはな。これも縁だろう。俺を巻き込んだのも縁かよ。黙って歩け。あの場では他に手はなかった。仕方あるまい。任務が優先か。さすが将軍閣下。それにしてもあれが王女だ。静かにしろ。こいつだ。公爵の手引きか。初めて頭を下げた。いいか、ダルマスカが落ちて2年、俺は一人で殿下を隠し通してきた。敵か味方がわからん奴を今まで信じられなかったんだ。苦労させたな、俺の分まで。助け出す。手を貸してくれ。ああ。ちょっと待て。出発の前に言っておくことがある。通路に赤い網みたいなものが見えるだろう。あれは侵入者の探知装置だ。あれに触れると艦内に警報が発令され、帝国兵たちが集まってくる。時間が経てば警報は解除されるが、騒ぎなど起こらんに越したことはない。いいか、気をつけるんだぞ。
敵の数にひるむな。増強に構わず指揮官を倒せ。えいはっ、取り、はっ、はっ、はえいはっ、やっ、はっ。ボスラ、殿下。ありがとう。大丈夫です。私。ぐずぐずするなよ。時間がないんだぞ。パンネロが待ってるんだ。さっさとしてくれ。敵が来る。話は後ほど。